視聴者の 98.6% がインド国籍ってなってます。インド向けの YouTube のチャンネルを作られて何人まで育ったんでしたっけ。今16万人ぐらいのタイミングで売却しちゃいました。インドで流行ってる映画のトレーラーを、うん、若い子たちに見てもらってリアクションしてもらう。今、慶応大学の3年生なんですけど、はい、事業を立ち上げられている。そうです。まずインド輸入のガラスリングのブランドで、インドの、田舎のエリアなんですけどにある水タバコの工場、パイプとかの加工工場を、探し出して、そこでこう余りガラスとか廃棄されたようなガラスを再利用して作ったようなガラスリングをやってます。最初の動画からもう20-30万回再生とかいったんですよ。すごくない？みんなが検索するワードまず調べて、そのタイトルに合うようなコンテンツを作るみたいな。16、17でインドのエンタメに触れてきたから大体のインド人の感覚が分かる。ナチュラルにだから海外マーケットに向けて作ってたってことですね。そうです。めちゃくちゃインド鍵になってきてる気がするんですけど、なんでふみこんさんはインドに。実は Z ストリーム、今回は慶応義塾大学3年の高橋さんに来ていただきました。よろしくお願いします。すいません。はい、高橋さんなんですね。高橋です。同じ名字です。はい、で Z ストリームっていうこの番組、新しい番組なんですけど、はい、どういう番組かっていうと、なんかストリームって流れとか動向とか傾向みたいな、川の流れみたいな、はいはいはい、そういう意味なんですけど、この番組は Z 世代と呼ばれる若い方々がどのようなことに興味を持って、どんなことを考えているのか、その傾向動向をざっくりストリーミングしてみようと。はい、ざっくりっていうのがね、はい、ポイント。ストリーミングって分かります？ストリーミングって分かんないです。なんかストリーミングってダウンロードすると時間かかりすぎるから、はい、なんかこうダウンロードしながら見る、こうざっくりこう簡易的に早く見るみたいなことをストリーミングって言うんですけど、はいはいはい、Z 世代だけじゃないですけど、若い世代ってこうどんどん進化変化していくじゃないですか。はい、なのでこうさあ、Z 世代の考え入門とか本読もうとすると、はい、読み終わった頃次のとこ行っちゃうから、フランクに今の書き方の考えを聞いていこうみたいな感じの番組なんですよ。はい、Z で企画考えようと思ってたんですけど、たまたまその時聞いてたのが、Z ストリームっていう番組の音楽聞いてたんですよ。Z ストリーム、そう、Z ストリームってあるんですよ、なんかもう、やってる飛行機の番組が。はいはいはい、だからダジャレで思いついただけです。面白い、ありがとうございます。すいません、なんか適当な名前の番組で、ざっくりと似てますよね。ジェットストリーム、Z ストリームね、似てます。はい、文字されてる。今回はすごいちょっと緊張ね、なさってるとおっしゃってましたけど、緊張してます。動画メディアとかに出たの初。確かにあんまり日本でメディア出ることはあんまりなかったですね。かっこいいですね、日本で。違う、そういうじゃなくて、そういうじゃないです。そうですね。で、今ですね、いろいろ、若い方たちもいろんな方の話聞きたいんですけども、はい、なんかちょっと、人とは違う生き方とかをあえて選択したり、はい、なんかこう先進的な、一歩進んだですね、取り組みをしてる方みたいな方をお呼びしていく番組なんですけども、じゃあ簡単に、ふみこんさんなんですよね。ふみこんさん、ふみこんっていう名前でやってます。ふみこんさん、はい、簡単に自己紹介いただいてもいいですか。はい、皆さんはじめまして、高橋ふみこと申します。2000年生まれで、出身は群馬県の高崎市です。で、高校時代にインドで生活してたキャリアがあって、それ以来、インド関連の会社を経営してます。メディア事業をやったり、今は D2C ブランドの立ち上げと運営をしてます。よろしくお願いします。ね、これも自己紹介だけ最後取り直したね。自己紹介ありがとうございます。はい、で、そうなんですよね、めちゃくちゃ変わった経歴で、今、慶応大学の3年生なんですけど、はい、ちょっと今自己紹介の中にもさらっと言いましたけど、だから高校の時インドに自主的に留学まず1年してるんですよね。そうです。で、いろいろ事業とかをやってらっしゃったんですけど、経歴ちょっと先に拝見したところによると、はい、高校時代から結構その起業するって意識が強くて、ビジコンとかいろいろ出てて、はいはいはい、で、ソフトバンクアカデミア16期生とか、いろいろやってます。どんなビジコン出てたんでしたっけ。とにかく出れそうなビジコン、条件に合うもの全部出てた時期があるんで、はい、どれとは言えないですけど、印象的だったのは群馬イノベーションワードっていう、それこそ高校時代からちょっと挑戦したもので、はい、群馬出身の経営者の方に、田中仁さん、ジンズの代表の方いらっしゃるんですけど、はい、その田中財団さんが行ってる群馬イノベーションワードっていう、群馬県内の
こう企業家だったり、まあ、準企業家予備軍みたいな人たち向けのピッチコンテストに出てました。出てて、でそれでその他ソフトバンクアカデミー16期だったりメーカーズユニバーシティ7期、はい、メーカーズユニバーシティって何ですか。メーカーズユニバーシティも、まあ、エティックっていう NPO 団体が主催してるか運営されてるんですけど、ほぼ無償で、これこそ、条件ちょっと今明確にクリアに思い出せないんですけど、若手の経営者のこう何でしょう、アクセラレーションプログラム、約1年弱続くアクセラレーションプログラムをやってくださって、それこそ経営者の方がゼミを持たれて、そこに企業家の子たちが入って、もう月1でメンタリングしてもらうみたいなことをやってるコミュニティです。ソフトバンクにまで聞いたことあるんですよ。これは何なんですか。それはコピーというか大義名分で言うと、はい、孫正義さんが次の後継者育成というか後継者探しっていう、孫正義の後継者なんですか、じゃあ大義名分ははいはいなんですけど、私はもう本当にひよこのひよっこでこうインド枠で入れてもらったような感じなんですけど、割とメーカーズユニバーシティよりも年齢層が高めで、それこそ半分はソフトバンクグループの中の有志の方が集まってて、はい、半分ぐらいは外部の方でも、何でしょう、最もいわゆるスタートアップっていう方以外にも、もう大きい会社の経営者の方だったり年齢層上目の経営者の方が集まるようなコミュニティでした。そうですね、ソフトバンクグループってなんかどっちかっていうとなんか社内のなんか幹部候補生をなんかこう教育するみたいな感じありましたけど、確か外部からも確か入れてて、そうです、ソフトバンクのだから部長とかと混ざってやってたってことですよね。そうです、お偉いさんのお偉いさんの中で勉強させてもらってます。幹部候補生の部長と、え、何歳の時ですかそれ。と21ですね。多分募集要項が21からエントリーできたんですよ当時は。はいはいはい、なのでそのタイミングで応募させてもらって。どうでしたソフトバンクアカデミアは。あ、すごく面白くて、はい、何でしょう、割と若手の起業家のコミュニティたくさんあったんですけど、はい、こう自分よりも年齢が10代20歳以上離れてる方とこう肩を並べてお話しする機会というのはほぼなかったので、すごく新鮮だったのと、あとはもう何でしょう、オーナーシップを持ってやられてる方もそうなんですが、その大きい会社、大企業の中で決済を持ってる方とか、はい、なんか違う生き方をしてきてる方でも、その中でもいわゆるエースって言われてる方たちと、うん、なんかお話しする機会って本当になかったので、うん、すごく何だろうな、いい意味でいろんな価値観が壊されて楽しかったです。それ10、何歳でしたっけ、10? あ、21の21か、はい、どんなにいい歳なんですかすごいなそれ。あとソフトバンクグループの、はい、その鷹の祭典っていう、そのソフトバンクグループの方の福利厚生でホークスの試合が見れるっていう会があるんですよ、はい、なんか大企業の福利厚生に初めてジョインさせてもらって、はい、こうブロックごとに各部署の方が球場に座って、はい、なんか部長の方が全員分ビールをおごるみたいな、はい、そういう大企業文化を見てすごくなんだろう、新鮮な気持ちでした。直接にビールおごるみたいな、いわゆる日本企業のカルチャーみたいな、なんかびっくりしました。あ、いいね、そういう会社の日本っぽいところに触れてもうすごくいい経験です。あ、面白かったね。いや、めちゃくちゃなんか面白い経歴の学生様で、で、まあ、そういうインドに1年、まあ、全部後からちゃんと作ってますけど、ね、はい、インドで1年ぐらい高校の時留学して、その時ぐらいからまたビジネスコンセプトいろいろやって、高校大学でいろいろやって、で大学に入ってまあ、群馬でトゥクトゥクみたいな、そのインドの乗り物ですよね、はい、みたいな事業をやったりしつつ、ね、つい最近で言うと、インド向けの、まあ、メディア YouTube のチャンネルを作られて、はい、ご自身立ち上げられて、まあ、それを何人まで育てたんでしたっけ。今16万人ぐらいのタイミングで16万人ぐらいまで育てて、それを売却しちゃいました。売却した、はい、ちなみにそれ16万人の、はい、チャンネルって、まあ、僕も YouTube やってるから結構16万人が大変だったの分かるんですけど、はい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 、ぶっちゃけどれくらいずっとすかさせます。いや、秘密ですよ。秘密、まあ、そうですよね。でちょっと具体的なのはいいんで、うん、さっくり、でもあれですよ、感覚的には、まあ、その新入社員の年収の、まあ、何年かぶりになりますよね多分ね。まあそうですね、ありがたいことに年収数年間とか数百万円分ですか。僕はもう、どうですか、使って遊んじゃったんですか。いや、
遊んでないです。でも使わなそうですよね。堅実です。本当に堅実です。そうですよね。本当に、今は新しい会社で、はい、指輪ガラスリングの D2C ブランドや立ち上げて、はい、そこにオールインして投資というか資本金にしてます。すごい。今20落ちたし22です。2歳。でも新卒の年ですよね。そうです。いわゆる3の代です。3の代で、あれですよね、高校1年留学してるのと大学1年休学して1年休学してるから、まあ今3年で。そうです。2年のダブリがあります。新卒の年ですでに1個メディア立ち上げて売って、それを事業に再投資してるってことですよね。そう、よく言えば。すごい。すごい。人生ちょっと一周してんな。いやだから普通に考えて高校生の時ってなんか僕らの時代、はい、お金稼ぐっていうとアルバイトをやるっていうのが普通の考えでしたよ。だけど今のそっか方って、まあ自分たちメディアとか立ち上げて YouTube とかでチャンネル立ち上げたりすれば、まあ、それ育てて売却みたいな。そうですね。多分周りにも何人かこう何人かいるんですか。そうです。むしろ珍しい方で、その私は自分も出てたんで、すごい俗人性の高いはずのチャンネルだったんですけど、はい、もう最初から売却ゴールでこう何でしょう、比較チャンネルとかこう全く俗人性のないメディアを育てて、もう売却ゴール前提で作っていくみたいな知り合いというか友達も同年代で何人かいました。それ学生さん。そうです、学生企業でとか。すごいね。それも具体ももちろん出さなくていいですけど、はい、他の方だから言いやすいと思うんですけど、例えばそういうチャンネルってどれくらいまで育っていくらぐらいで売れたものなんですか。あ、そこまで詳しくは、うん、終えてないんですけど、ちょっと分かんない。何万人ぐらいやってたんですか。じゃあ本当に一人だけじゃなくて何人かいるので、はい、ピンキーなんですけども、10から50万人ぐらいのチャンネルとか、お、育てて1年2年で売却するぞみたいな、もう本当になんかもう YouTube を科学してる友達は何人かいます。そうです。それでそういう方結構ポコポコいらっしゃるんですか。います、ね、多分私がこう YouTube の界隈とか、はい、このメディアの界隈にいたから出会いやすかったのかもしれないんですけど、うん、いました。すごいですね。やっぱ今の学生ってそう考えるとかなり、なんか僕らの時はやっぱ雇われてお金稼ぐっていうのが普通の考え方だけど、かなり主体的に、まあ、どっちかというと事業者とか経営者的な考えで稼ぐみたいなことを持ってる人もいる考えを。そうですね、はあ、しかもこう私も最初メディアからキャリア始めたのも、こう持ち物が何もなく、ただ時間があるだけで、手を動かすことと時間を持ってるだけで始められたんですよ。もう赤を掘ることもないし、こう持たざるものも挑戦できるみたいな領域だったので、割とメディアから始まる学生企業とか多いなって思います。そうか、メディア事業って確かに赤字、設備投資が必要ないですからね。そうです、そうです、うん、どんなチャンネルだったんですか、そのインドの。私のやってたコンテンツは、はい、よく日本でバズる動画で、そう、出川イングリッシュをアメリカ人がリアクションするとか、あと日本の女優さん5人ぐらいバーッと並べて、ヨーロッパの男の子たちが誰が一番可愛いかをランク付けするみたいなコンテンツが、まあ、2、3年前流行ってバズってたので、その逆バージョンでインドで流行ってるコンテンツをもう日本人の子何人かでリアクションするとか、なんかこう、まあ、リアクション系なんですね、メインで言うと。こうインド人の方の国民性的にも自分たちがどう思われてるか気になるとか、インドって世界でどういうポジションなんだろうみたいなのを気になる方が多いなって、まあ、高校時代とかすごい感じてたので。あ、留学なさった時に。あ、そうです、そうです、はいはいはい、だからひたすらインドの、まあ、映画のトレーラーを若い子たちに見てもらってリアクションしてもらうとか、日本の若い方に見てもらって。あ、そうです、そうです。あ、ってなるとインドの方向けのチャンネル。そうです。すごいですよね。だから日本人なんだけど、普通僕らすぐ日本人に見せること考えるじゃないですか。はいはいはい、じゃなくてインド人向けのチャンネルなんですよ、まずね。そうです、インド人向けです、チャンネルで。インドのものを日本人に紹介してリアクションを取る。そうです、まさにインドの女優さんの誰が可愛いかって日本の男の子に話してもらったりとか、インドのかっこいい俳優さんを、まあ、日本人の女の子で誰がかっこいいかって相談するみたいな、はいはい、エンタメチャンネルをやってました。そういうことか。そうです、そうです。まあそれの逆場だ、言うは何しの逆場みたいなことか。そう、まさにそうです。あー、そういうことか。そうです。視聴者の 98.6% がインド国籍多くなってます、アナリティクスを見ると。へー、ナチュラルにだから海外マーケットに向けて作ってたってことですね。そうです。始めたタイミングがもう2021とかなので、はい、もうコンテンツが飽和しきっちゃってて、はい、そのニッチで尖らせるって言っても、もう美容系の YouTuber さんだけでももう入る隙もなかったし、はい、なんか Vlog やっても別にもう
入る隙もないから、うん、なんかこう自分の強みどこだろうって考えた時に、うん、まあインドに、まあ16、17でインドのエンタメに触れてきたから大体のインド人の感覚が分かるところだなと思って、うん、まあ、そのポジションでやろうっていうのに切り替えました。なるほど。そのチャンネルなんかこうチャンネル再生伸ばしてくれて、なんかどういう試行錯誤というか、はい、あ、実はマーケットが良かったのか、うん、最初の動画からもう 20、30 万回再生とかいったんですよ。すごくない？奇跡です。英語の時点で YouTube って確か回りやすいです、はいはいはい、まあ、インドで人口多いです、はい、だから東南アジアとかインドって確か回るんですけど、はい、まあやっぱ日本でいきなり1本目から 20、30 万っていかないじゃないですか、はいはいはい、だもう、ま、マーケティングがしっかりしたってことですよね。まあそのターゲットとかまたちょっとあるところにぶつけてった。そうですね。すごいですけど、1本目から 20、30 万。そうです。でもう2週間で収益化をしました。ほう。収益化ライン突破っていうんですか。はい。して、まあ、もうそのタイトルの付け方とかでこう Google で検索し、検索ボリュームが多いリアクションオンインディアとか、うん、なんかこうタイトルから考えました、コンテンツを。その YouTube に引っかかりやすいアルゴリズムとか。最初はもうオーガニックで伸びるってなると、うん、検索流入からじゃないですか。だからみんなが検索するワードをまず調べて、そのタイトルに合うようなコンテンツを作るみたいなことをやってました。めちゃくちゃ地道に。いや、めちゃくちゃすげえ。全然そこです。トモちゃんが立てるのは何歳でしたっけ？20歳になるタイミングか。19、20ですね。あ、ナチュラルに。だからそのマーケティングの思考とクリエイターの思考と、まあ、その企画じゃないですか、インドにこうリアクション見せるとか。だからまあ TikTok もそうだし YouTube もそうだし、うん、まあ、Twitter とかもそうですけど、はい、メディアとコンテンツに触れまくって生きてきたから、ナチュラルにそういう発想があるんですね。そうですね。なんかこう、そう、何か勉強したってよりも、もう生きてていろんなその TikTok ネイティブですし YouTube ネイティブではあるので、まあ、こんな感じだろうっていうのでやってみてました。で、そうか、じゃあそのメディアを売って、はい、今は事業を立ち上げられている。そうです。お、え、何の指輪のっておっしゃいました。そうです、ガラスリングの、はい、インド輸入のガラスリングのブランドで、こういう、どうですか、ガラスリングなんですけど、あ、ちょっとまず指の方から見ていいですか。どうですか。こう、あ、これですか。これです。あ、これフミコンさんの会社で作られてる。あ、これ後ろにあるいっぱい、これもですか。あ、そうです。で、まあ、完全にインバウンド向けに振り切ってて、東京土産みたいな。あ、これプレゼントする、こういう箱で。そうです、東京って書いてあって、お、なんかこう観光客の方とかが、全部で30種類ラインナップがあるんですけど、好きな色味を選んでオリジナルボックスを作って、まあ、東京土産として持って帰ってねみたいなコンセプトでやってます。へえ。え、これ1個いくらぐらいなんですか。これが、まあ、今インバウンド向けで価格をプライシングしてるところなので、ゴニョゴニョっとさせたいんですけど、まあ、1万円弱ぐらいで3つセットで販売してます。あ、1万円弱ぐらいで3つで買える。そうです。お釣りが出ない方がインバウンドの方いいかなと思って、あ、プライシングを考えてます。そういうことか。はい。え、これちょっとインバウンドってことは、なんかその店舗とかで売ってらっしゃるってことですか。そうです、まあ、今今年立ち上げたばかりなので、うん、一旦テストマーケで、それこそ先週まで1週間新宿の丸井本館さん、はい、アップルストアが裏にあるところで、はい、こうインバウンドの方の動線を見て、まあ、あの出店させてもらったり、初売りをラフォーレ原宿さんで今後やる、来月か1月にやるんですけど、こう観光客の方が来そうなところに一旦今はテストでポップアップで店舗を持ってやってみてます。やっぱなんかすげえな、ナチュラルに普通に聞いただけなんですけど、はい、お店で売ってんすかって、はいはい、めちゃくちゃちゃんとマーケティングが入ってるナチュ、え、あの大学でのご専攻は何なんですか。総合政策学部です。なんか全部やるみたいな。で、別に今のは大学の勉強じゃなくて、そうか、ビジコンとか出ていろいろ勉強したから。そんなに。なんか僕ら多分大学の時は、はい、なんかそのビジネスみたいなマインドなかったし、はいはいはい、まあ、会社入っても僕なんかその特にクリエイターコンテンツ作る方なんで、あんまりマーケティングの発想ってなかったんですよ。で、今大事なんてすごいあるんですけど、こう、どうナチュラルに、そう、どういうところで勉強したんですか。ナチュラルにこう、まずこう売ろうってなった時に動線とかいろいろな帰ってくる、あの出てくるじゃないですか、インバウンドの方とか。そういうのどういうところ、いつぐらいのタイミングで勉強したんですか。なんだろう、めちゃくちゃ私座学が得意とか本をすごく読むタイプではない
ですけど、うん、なんかこうしたら良さそうだなっていう選択をしてるだけなので、なんかめちゃくちゃこれが成功法だみたいなのはよく分からずやってます。でもただ一個思ったのが、割とこうスタートアップのエコシステムみたいなのがどんどんできてきて、それこそ周りでもその同年代で D2C やってる子とか友達が多かったりするので、まあそういう子たちにどういう感じで最初立ち上げしたとか、まあパッケージとかどういうところに発注したとか、まあ百貨店どこから交渉しに行くのがいいかなみたいな会話はカジュアルに発生するので、多分友達とか先輩の起業家から聞きながらみたいなのが多いなっていうふうに思います。今じゃあそういう事業やられてると。はい。へえ。で、まあ、法人とか会社ですよね今は。そうです。で会社としてできたのはいつぐらいなんですか。法人なりしたのは本当にこの8月からで。あ、じゃあつい最近ですか。本当そうです。この D2C ブランドのために新しく。へえ。頑張ります。すごいっす。あ、それって、まあ、当然ね、あの若い方にもビジネスを志す方もいれば、うん、まあ、クリエイターを出す方もいるし、まあ、当然就職して就活してっていう方もいろいろいらっしゃると思うんですけど、はい、結構そのマインドとしてはその起業とかご自身何かやろうって方多いんですか。周りの子。周りの子確かに多いのか、それこそ私がすごいコロナ世代なんですよ。その高校の卒業式も大学の入学式もない、うん、サークルの新歓もない、大学も1年はオンラインみたいな代でいるので、なんかこう偶発的な出会いがすごい少ないんですね。自分が選んでいったコミュニティでしか人と会うことが少ない世代だなと思っていて、うん、ってなると会いたい人とか興味のある人に会っていくと、みんなこう自分と似た属性のコミュニティにばっかりいるので、そうですね、周りは私みたいな、なんかこう自分が自分がみたいなタイプの子の方が多いですね。うんうん、そっか、コロナの時代って、はい、そうか、部活とかサークルないから、そっか、自分がつながりたいって人とつながりやすくなるのか。そうです。もう自分が足を赴かない限り出会いがないので、はあはあはあ、そうですね、もうめちゃくちゃ偏ってる友達と会ってるなってはとは日々思います。そっか、それはこの世代さんの特徴かもしれないですよね。そうですね。あ、そっか、それで言うと、まあ、サークルはなんか入ってないですね今の流れで。 ないんです。なんか新刊が、まあ、オンライン新刊っていうのがあったらしいんですけど、うん、こうズームで初めましてって言っても続かないじゃないですか、うん、で、まあ、流れていて、私サークル入ったことないんですよね。結構周りも入ってないですか。入ってないですね。へ、まあ、確かにあれですよね、あのキャンパス歩いててこう勧誘されないと、まあないですよね。よっぽどよっとやりたいとかじゃないと。そう、強い意志がないとそれこそサークルに入ることもできない世代でした。なんか引き寄せられてみたいなのはないですね。なるほど。え、そう、あのそれ全般的にそうなんですか今、サークル文化みたいな。そうだと思います。あれも、まあ、コロナ明けてもう新刊も去年2022とかからはあると思うので、今の1年生、大学1年生の世代とかは、まあだいぶ変わってきたと思うんですけど、うん、私と私の次の1年ぐらいはなかった気がします。なるほど。じゃあサークル今結構Z 世代さんでサークルちょっと絶滅しがちなんですか。じゃないですかね。ちょっともしかしたら私が関わってる子たちがもう偏りすぎちゃってて、あの一般会じゃないかもしれないんですけど、うん、でもそんなにいわゆるサークル、サークルとか飲み会みたいなのがあるイメージはないです。それこそ新刊含め2年ぐらいこうコロナで新刊ができないみたいな時期が続くと、うん、こう今までそれをオーガナイズしてたその幹事の方とかが卒業していくんですね。だから今のその新刊のやり方とか、どうやって01作っていくのかみたいなのをがわからないからこそ、いわゆるこう大盛り上がり新刊みたいなのがないんじゃないかなって予想してました。へー、予想です。予想です予想です、まあ、でも確かに 2,3 年入れ替わっちゃいますよね。入れ替わっちゃって漢字を継承できたりしないですよね。そうですよね。そっか、予想です。で、比較的能動的な付き合いの方と増えとの付き合いが増えてる方も確かにいらっしゃりそうですよね。そうですね。
で、その今ごめんなさいちょっと寄り道ありましたけど、その事業のその指輪はどういう特徴があるというか、そうです、これ全部もインドのデリーから、まあ、陸路で4時間、うん、5時間行ったような、まあ、田舎のエリアなんですけど、うん、にある水タバコの工場、こう、うん、シーシャとか、うん、まあ、パイプとかの加工工場を、まあ、探し出して、うん、そこでこう余りガラスとか廃棄されたようなガラスを再利用して作ったようなガラスリングをやってます、うんうん、これ完全ガラスですね。インドなんですねやっぱね。そうです、インドです。はあ、そうか、そこでの、まあ、余り物とかのガラスを再利用じゃあまあ結構原価そんなにだ、デザインが大事ってことですね。そうです、これ一個一個職人さんが裏番からこう絵を入れてくださってて、あそこに、そっか、手間というか、そうですね、お金をかけてて、一点物のガラスになる。全部一点物。そうです、そうか、量産じゃなくて一点物か。そうなんです、職人さんのものですね。そう考えるとなんかさっきからやっぱりめちゃくちゃインドがなんかこう高橋さんのなんか鍵になってきてる気がするんですけど、そもそもなんでこう留学、高校の時留学してますけど、なんでインドに興味持たないのか気になってて、はいはいはい、僕らのことってやっぱりその中国にみんなすごい惹かれたんですよ。そうか、そう、なんかあの改革開放の終わりぐらいで、はい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 、すごく勢いある時だったんですよね。で、僕らもなんか中国語をやったりとかする人多かったんですけど、なんでフミコンさんはインドに。すっごく当時、うん、そのビジネス的にトレンドだからとか、人口がもういずれ1位になるからとかでインドを選んだわけではなく、あ、そういう目線じゃなかったんですね。あ、そうなんです、はいはいはい、なんかこう割と私家庭が両親ともにもこう公務員というか、あの公立の学校の先生ってすっごい厳しい家庭で生まれ育って、でこう、まあ、ちょっぴり反抗期が長かったというか、反抗期なかった、反抗期が長かった、はいはいはい、ですね。でなんかこう学校でもそうですし、なんだろうな、なんかこう日々のこう生活に窮屈感を感じていた中で、うん、まあ、それがたまりたまって爆発したんですけど、うん、なんかどちらかというとすごく厳しいだけじゃなくて、愛ゆえの縛りが多かったです、家庭的に、うん、その両親教員で。愛ゆえの縛りって何ですか。なんかこう勉強しな、勉強しなさいとかも、はあ、私のためを思ってこう、あ、そっちか、勉強とかね、とか、まあこの時間に寝てとか、もう拘束が門限とかとかもそうです、めちゃくちゃ厳しかったんですけど、はい、なんかそれがすごく愛ゆえの厳しさだったからこそ、なんだろう、こう反抗しきれないモヤモヤがあったんですよ。そのなんかやんちゃになりきることもできず、だからといっていい子になりきることもできずみたいな。ちょ、もう一回こうやっていいですか。いいですよ、いいですよ。全然変なとこなかったですよ。本当ですか。はい、なんでインドに行ったかですよね。うん、この感じがなんかいいですね、ういういしく。そうですね、割と厳しくって、はい、反抗期長くて、はい、もうなんかとん、しかもまあ先生の娘だといい子であってほしいとか、まあ、いろんなこう当てはめられる、学校に行っても先生の娘だからって言われるし、家でもこううちの子らしくしてねって言われる、その窮屈さを感じてて、なんかとんでもないことしちゃいたいなっていうふつふつとしたエネルギーがあったのと、あとちょっと心配してほしいと思ってたのもあるなって今振り返ると思います、親に。心配してほしい、うん、じゃあめちゃくちゃだって心配してたんじゃないですか。それだってあの勉強しろとか、それに不満を持ってることを伝える表現方法だったかもしれない。そういうことですか。はい、不満、そっか、難しい。不満を持ってるけど親御さんの言ってることは正論だから反論できないですもんね。はいはいはい、そうなんです。だって、まあ、確か勉強した方がいいよなとか、とか、もう私のことを大切に思ってるからこう縛るのも分かる、なんかやるせなかったんですよね、すごく。縛るってごめんなさい、あの勉強と、あとなんか門限ですか、と、あとなんか、なんだろうな、習い事とかラグビーやらされたり、あと、なんだろうな、禁止事項が多かったですね。そう、他に何ですか、門限の時。見ちゃいけないテレビとか。例えば、ロンハなんかこう、まあなんか推奨されるテレビ番組、NHK とか。推奨さ、まあ、じゃあ推奨の方からいきましょうか、ね、それリアルの面白いから聞きたいな、はいはい、別に推奨されないのが悪いってわけじゃないですからね、はいはい、当時そうされてたわけですよね。じゃあ推奨される方は NHK とか、 NHK とか、 NHK なんですか、
NHK の中で言うと。でも NHK だったらだいぶ信用してます。NHK なんでも OK なんですか？いた、そうそうそう。絶対民放さんですよね。NHK なんでも OK？ NHK とか、あと当時の子供テレビみたいなのありませんでした？なんか子供にニュースを解説してくれ。子供ニュース？それです。見させられてたんですか？なんかニュース番組とか見させたらグレんじゃないですかそなんか子供ニュース 見てくれみたいな。あとそれこそ世界なぜここに日本人とかこういうドキュメンタリー系は見せてもらいました、たくさん。それは見させられたんですか？ OK だったんですか？ OK です。世界なぜそこに日本人は OK？ はい、 OK です。私がそうですね、ディレクターだった頃、ディレクターで立ち上げた番組ですね。はい、企画は僕じゃないですよね。はい、あと見て、じゃあ推奨は NHK と子供ニュース、うん、で、見て OK が世界なぜそこに日本人と、どう？まあ、あとは何見てたかな。でもまずそもそもテレビが30分って決められてたので、うん、そんなにコンテンツに触れてこれなかったんですよ。うん、なんだろう、あ、72時間ずっと密着してるのって何ですか？ドキュメント72時間、それ見させられてました。俺ドキュメント70時間大好きですし本当にいい番組だと分かりますけど、あれ面白いですよね。高校生ですよね？いや、あ、すみません、小中とか。そう、小中ですか？小中でドキュメント70時間結構ちょっとレベル高すぎですか？でもすごく面白かったの覚えてます。あ、なんか、あ、それは大丈夫でした？面白かった？私大好きで、よかった。そういうドキュメンタリー系は大好きになりました。へー。で、ダメなのなんですか？ダメなのは、うん、ぶちぶち見た、本当見たかったけどダメだったのは、もう思い出せもしないけど、何見ちゃダメだったかな。まあロンハーとかかな。ロンハーはね、確かに一見ね、めっちゃいい回もあるんですけどね、はい、そうそうそう、まあ、難しいですよね。とかですね。ロンハーね、はい。そうか、じゃあ結構エンタメ見る番組とかも厳しく制限とかされて、ちょっとそれきついなと。とか、まあそうですね、ゲームがダメだったり、うん、なんか、うん、縛りが多いなとは思ってました。で、ちょっと窮屈で不満に思ったこと気づいてほしいからまでは共感できます。はい、インで行くってところは共感できないんですけど、それなんて言ったんですか？確かに、でもそれこそなんか今振り返ってみると、今思い出したのが、すごく自分の知らない世界とかへの憧れがどんどん強くなっていったなっていうのと、人生変わるって言われてるし、行ったらこのモヤモヤなくなるかもなみたいなので言ってみました。親と同じ学校の先生みたいなのに憧れをずっと持ってたんですけど、一番大きい収穫だったなと思ったのが、勢いのあるインドでビルがもうおもちゃのようにどんどん立っていく様子とかを隣で見させてもらったり、結婚式とかも4000人規模で、4000人とかでドローン8台、バブリーな生活とか憧れるな、起業してみたいなってふわっと思ったっていうのが一番の収穫です。インドってすごい教育進んでるようなイメージ、うん、まあそれ一部のすげえ高校だけで、実際普通の高校は結構やばいんですか？想像してたインドとは違います。もう嘘です。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんかコンペだけなんかちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんとこうライブにやり取りしながら、本当にいい、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。